はい、こんにちは、佐々木です。見に行ってきました。こちら、はい、宮崎駿監督、最新作風立ちぬね。僕は六本木のね、六本木ヒルズにある東宝シネマの方に行って、夜ですね、仕事終わりに、見てきたんですけども、まあ結構ね、他の方のレビューとか、ネットのね、レビューとか見ると、まあ本当にこう賛否が分かれてる、作品になってるんですけど、もう僕個人はもう圧倒されましたね。もう映像はそう、もちろん、もう手書きのアニメーションとしてはもう究極と言っていいぐらいの、こう群衆シーンとかね、もう隅から隅までもう細かい人とかね、こう木とか車とか列車とかもう全部動いてるんですよ、この一つのその画面の中でね。まあその仕事量というか、そのアニメーションを作る、手書きのアニメーションを作るその力っていうか、まあスタジオジブリすげえなーみたいな、もうその画力ですよね。まあその画力がまず最初にもうボーンってきましたから、まあ、すげえっつってずっとこう見ながら、ね、やられましたね。でまあストーリーの方はね、実際に実在した人物、堀越二郎という人と、堀達夫ね、この二人をこう合わせたようなものの考え方とかキャラクターとかを合わせて、まあオリジナルで作ったねキャラクターなんですけども、まあその話の方でも、まあ一言で言うと本当に切ない、切ない物語です。まあこれ本当にね、ネタバレもちょっと含まれるので、まあまだ見てない方、はこの先はちょっと見ない方がいいと思いますけど、まあ要はその飛行機技師になりたいね少年、堀越二郎、まあ、それがこう子供の時に見た夢、まあ、そこに憧れの飛行機技師、イタリアのねカプローニっていう飛行機技師がいるんですね。でその人の夢とその堀越二郎の夢が要は同居しているというシーンがこう定期的に出てくるんですね。現実のストーリーで堀越二郎の夢がこう順番にこう出てくる。だ最初ちょっとね、これは何なんだ、夢なのか、ね、現実なのかっていうのは最初ちょっと分からなかったんですけど、まあ、だんだん後半に向かって、あ、これは堀越二郎の頭の中の想像の、夢の中の話なんだなっていうエピソードなんだなっていうことが分かってくるんですけど、で結核を患ってるねある女性と、堀越二郎は知り合うわけなんですけど、でこのエピソードはもう堀達夫のその風立ちぬで、堀達夫自身も実際に、婚約者を結核で亡くしてるんですけども、だからその堀越二郎の反省と、まあ、そこにその堀達夫の風立ちぬのエピソードをこう合わせた映画になってるんですけど、でそのまあ、ね、その女性は直子さんっていうんですけど、まあ本当にね、まあ、話としてはなんとなくもう事前に、入ってきちゃったんで、あ、この女性はね、まあ、最終的には亡くなってしまうんだな、まあ切ない、切ないけれども、美しい話というかね、本当にね、まあ概略を言うと、まあ、その直子さんがまだ子供の時に、若き日の堀越二郎と会うんですね、電車の中で、まあそこで関東大震災が起きて、まあ家が焼けちゃう、東京中が焼けちゃうと、でそれを
その女性直子さんともう一人の女性を、まあ、堀越二郎は助けて家まで送ってあげるという、まあ、最初にエピソードが出てきて、でそれから数年経って堀越二郎とその直子さんは、まあ、再会を果たして、まあ、意気投合して、まあ、お互いに好きになって、まあ、結婚したいということで結婚することになるんですけど、でも、ね、直子さん自身はもう結核を患っていて、そんなに長くは生きられないかもしれないと。でもそれはお互いにこう分かってるわけですよね。で、ただ直子さんとしてはこの堀越二郎と末永く一緒に生きたいと、共に生きたいということで、お医者さんの勧めで本当に山の奥の診療所に移ります。本来はもともと勧められてたんだけども、行きたくないって言って断ってたんですね。ただ堀越二郎と出会って、あ、この人と一緒にもっと長生きをしたいという気持ちから、その山の診療所に行くことを決めるわけです。で、堀越二郎の方は、まあ、政府からというか軍からね、頼まれた飛行機の設計をしてるわけですね。で、離れ離れで暮らしてるわけです。で、その山の上の診療所で治療をね、している直子さんが、まあ、突然堀越二郎のもとに向かうわけです。まあ、そんな体を押しながらですね、堀越二郎のもとに駆けつけます。あなたと一緒にいたいと。で、そこで結婚式を挙げるわけです。まあ、結婚式って言ってもあれでしょ、そこの家の家主の夫婦がいるんですけど、まあ、その二人に仲人になってもらって、もう本当に その家の中だけですよ。で、そこの奥さんが綺麗にこう化粧をしたり、花嫁衣装を着たり、その家の中で結婚式を挙げるシーンがあるんですけど、まあ、そこのシーンのね、美しさ、まあすごいですね。あれ、今度ググッときますよ。ギュッときますよ。僕はそこでちょっとやられましたね。はい。で、数日ね、まあ、そこに直子さんはとどまって堀越二郎と共に生活をするわけです。この病弱の体のままね。で、堀越二郎がもうしばらくちょっと仕事で、ちょっと行きっぱなしになりますよと。で、ちょっと離れるんですね、そのお家から。で、直子さんはそのお家の中で療養してるんだけれども、もうちょっと今日は気分がいいので、ちょっと外行ってきますみたいな、散歩してきますっていうような形で外に出るんですが、そしたら置き手紙が置いてあって、まあ要はもう死を覚悟してたというか、もう先がないっていうことが分かってて、いや、堀越二郎と本当に最後に一緒に暮らしたいという、その綺麗な状態で一緒に暮らしたいということで、わざわざその山の診療所を抜け出してですね、堀越二郎のもとに会いに来たわけですね。だからもうそれはもう死を覚悟しての上での行動だったわけです。でもその家を出てった花子さんはもうその家に戻ることはなかったし、堀越二郎に会うこともなかったわけです。まあ、その亡くなる場面というのはエピソードの中には出てこないんですけども、最後に本当のラストシーンですよね。堀越二郎の夢の中のシーンとして、そのイタリアの、ね、飛行技師のカプローニとまた話をその夢の中でしてるわけです。で、お前は力を尽くして10年やってこれたのかと。テーマが力を尽くして生きなさいというのがこの映画のテーマなんですね。まあ、この映画のテーマというか、宮崎監督のなんか、あの、もう宮崎監督はこのアニメーションの仕事を始めてちょうど50年ということで、で、その50年を一言で表すとしたら何かと言うと、その力を尽くして生きなさいという、その一言に尽きるというふうに何かのね、確かインタビューで言ってたんですけど、まあ要はそれがこの映画の最大のテーマ
まあ、人には限られた時間があって、その時間を力を本当に尽くしてね生きてるのかということを、まあ、この映画の中で、まあ、訴えているのではないかと思います。でそのラストシーンね、そのイタリアの飛行機技師のカプローニと、堀越二郎はね、その力を尽くしてこの10年間やってこれたかという話を堀越二郎としている中で、で直子さんが現れるわけです。まあそれは夢の中の話ですけど、まあ、そこでね、まあ、二郎に向かって生きて生きてっていう、生きてくださいっていうことですね、を夢の中で直子さんが訴えるわけです。もうね、まあ、ここで崩壊ですよね、涙腺は。あーだーという感じで、いやまあまあ恥ずかしい話ですけど、いやもうね、とにかくまあそのね、映画の評判、まあそれはもう人によって感性が違いますし、感想が違うのはこれ当たり前の話で、良かったっていう人もいればつまんなかったっていう人もいるのはこれ当たり前の話だと思うんですけど、まあ、僕は本当に、まあ、エンドロール、ユーミンのね飛行機雲が流れ終わりましたね、僕ね10分ぐらいね席立てなかったですからね、なんかもうガツンってやられた感じがして、なんだろうと思ったんですよこれ。まあもちろん素晴らしい映画だったですけど、なんかこう今までのジブリ作品ではない、なんかねジブリというよりは本当に宮崎駿監督のなんかこうギュッと、なんか宮崎さんが今までこう封印してたね、今までいろんなこう、まあ、トトロだったかナウシカだったりラピュタだったりポニョだったり、なんかこうエンターテインメントの中にオブラートに包んできて僕らをね楽しませてくれてた宮崎監督が、だから今回はそのオブラートを完全に外して素のなんか宮崎さんがね、まあ、表現されてるというか、なんかそんな気がしましたね、うん、なんか今までだと絶対隠してきた、もしくは恥ずかしいから別の表現をしてたことをもう頭の最初のシーンから終わりまでラストシーンまでもう今まで禁じ手だった部分をもう全部出してる気がしましたね。なんか、うん、こんなに出しちゃっていいのかっていうぐらいもう宮崎色がものすごく強い映画になってます。だただ単にこうね楽しそうなね、自然に優しい、子供も見て嬉しい、楽しいジブリっていうものでいくとちょっとね違う映画かと思うんですけど、ただ僕みたいにこう宮崎さんの映画をねもう何百回って見てきた人間、追っかけてきた人間からするとまあこれは本当に究極の宮崎駿監督の映画かなと思います。宮崎イズムが本当にギューッと凝縮されてもうそのスクリーンにブワーンと、もうその宮崎監督の頭の中がもうそのままブーンとこう表現されてる映画だと思います。だからちょっとね分からない人はちょっとねんっていう風になっちゃうかもしれないですけど、いや僕は本当に圧倒されましたね、うん、本当にブレがなかったです。途中でね、あこれどっちに行きたいのかなとかって、まあ今までの映画だとやっぱあったんですよ、
こう行こうと思ったら急に、あ、展開が急に速くなって、あ、こうね、終わりに向かって進んでいくなとか、急にこうテンポが変わったりとかっていうことがあったんですけど、いや今回は本当にどっしりと、もう全くブレなく、もうファーストシーンからラストシーンまで、うん、妥協しなかったんじゃないですかね。まあ、妥協はしてると思いますけど、今までの映画からすると、もう本当に自分の本心をボーンと出した映画かなと思います。で、初号車、僕テレビのね、ドキュメンタリーで見たんですけど、この風立ちぬの初めてのね、初号車の時に、まあ、関係者一同、宮崎監督をはじめ関係者一同が集まって見た時に、まあ、宮崎監督が見終わった時にね、まあ、恥ずかしいんですけど自分の映画を見て泣いたのは初めてですっていうコメントをしてるんですね。で、それは当然物語が例えば感動する話だからとかそういうことじゃないわけですよね。当然ご自身で作ってるわけですから、もうその作るまでにね、何年もかけて作ってるわけで、別に多分物語に感動するなんてことはまあ絶対ないわけですよ。自身で作ってるわけですから。で、なんで泣いたのか、今まで泣いたことがないっていうふうにおっしゃってたので、で、なんで泣いたんだろうって思った時に、なんかやっとこう自分の映画を作れたということなのかなとかね、こんなに正直に自分の気持ちが映像として表現できたっていうその達成感とか、多分それをすごく感じた上でのこの涙だったのかなと、うん、ちょっと感じました。まあとにかくね、僕もちょっとあと 2,3 回、劇場に足を運んでみたいと思いますけど、ね、1回見てね、これ僕も 2,3 日見終わってから今経ってるんですけど、見終わった直後とまたね、今の感想がまたちょっと違うんですよ。なのでこれはちょっとね、あと 1,2 回ちょっとね、劇場の方に行って、もう一度ね、また違う感想が出てくるんじゃないかっていうぐらい、まあ要はそのいろんなこう多分入り口がある映画だなと思いますので、本当に見る人によってね、感じ方、感想変わってくると思います。うん、なんかね、究極の、まあ本当に一言で言うと究極の宮崎映画と言っていいと思います。ね、風立ちぬ。ぜひね、見てない方はね、ぜひ見てください。うん、これはね、見た方がいいと思いますよ。今面白くなくても、多分5年後、10年後、また変わってきたりとか、まあ、それぐらい奥深い映画だと思いますので、うん、僕はまた見に行きます。うん、まあ、ひょっとしたらね、まあ、もう一作、あるのかわからないですけど、ひょっとしたらこれ最後の作品になるかもしれませんから、まあそういった意味でもね、宮崎駿監督集大成ということで、もう本当にアニメーションの技術もう本当究極までいってますから、本当にすごい圧倒的な映画だと思いますんで、皆さんもね、見てない方は見てください。はい、ということで、風立ちぬの、感想をお話しさせていただきました。まあいろいろね、意見があると思いますけれども、僕は素晴らしい映画だなと、思いましたので、皆さんもチェックしてみてください。ということで、以上になります。では、さよなら。バイバイ。